こんにちは、佐藤繊維チャンネルです。今日は M&京子第94回目の配信です。今日は私、横浜そごうの山崎と、はい、小田急新宿店加藤と、情報は石原さん、はい、3人でお送りします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。加藤さん、はい、初じゃないですか。そうなんです。よっはい、今日初めて新宿小田急から初ですね、はい、初めてでございます。なので山崎先輩についていきたいと思います。石原さんにもついていきたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日もう9月の10日ですね、はいはい、もう秋、店頭は着物がだいぶ揃ってきて、はい、新作がねどんどん入荷しているところなんですけれども、はい、季節ももう、ね、夜は結構なひんやりしてますし、 うちの方はもう結構虫の声とか聞こえてるかなと思います。はい、あ、じゃあもう装いも秋物、ね、秋に、はいはい、ご紹介したいと思います、はい、ちょっとこんな今日はワンピース、はい、リラックス系ワンピースですね、はい、はい、紹介いたします。じゃあ早速情報をお願いします。はい、お伝えします。はい、ヴィンテージニットドッキングフーディーワンピースです。サイズはフリーサイズ、はい、お色が本日山崎さんが着用されておるがオリーブ、はい、はい、加藤さんがブルーを着用してくれてます。お手持ちのがブラックで、はい、もう色グレーというお色がございます。はい、値段が42,900円です。はい、はい、まずやっぱりこのフードがポイントかなと思うんですけれど、ね、はい、なかなか M&京子ではこういったニットの切り替えがついているワンピースっていうのはなかなかなかったかなと思うので、うん、ちょっと面白い、はい、新鮮な感じですね。そうですね、はい、見頃はどうですか。見頃はこんなゆったりしてます。これがここに切り替えがありまして、ここら辺はフラットな当たりのない感じに、縫い目がないの ない感じですね。非常に楽にお使いいただけます、はい、で切り替えが見えますかね。ここにここからズズズズズと切り替えが入ってまして、はい、なんかでも形がまた変わってておしゃれな感じですね、はい、もう1枚で本当リラックスしてお使いいただける形になっておりますね。加藤さんの色もいいです ね、ちょっとアクセントでこちらのパープルが効いてる感じになってるんですけれど、はい、はい、山崎さんはまたちょっと同系色になっているので、はいはい、加藤さんのこれまた可愛いです ね、色合いがちょっと配色が違って、はい、フードの部分とポケット、はい、ポケットじゃない、ポケットの何でしょう、ここ土台のところ、土台の部分っていうんですか、はい、はい、ニット使ってますね、はい、しっかりニットなので、うん、手首はあったかいので、はいはい、安心感もあります。リブがしっかりついてますね、はい、でそれぞれところがね、また面白いのがね、配色が左右違います。ポケットの色が違います。私のもこんな色で、黒は違います、あ、違いますね、シックですね。この色はこんなシックなお色で、うん、で加藤さんのも、はい、さっきフード見えましたけど、また可愛い柄ですね。かぶってみちゃったりなんかしても可愛いし、はいあはい、こんな感じです。こんな感じの色合いで、はい、ちょっと幾何学柄のニットで、うん、きっとこちらもまたご紹介できると思います。このシリーズも、はいはい、あるのかなと。はい、身長加藤さん何センチ。はい、私162センチちょっとぐらいですかね、はい、いわゆる中普通の、はい、膝は隠れます ね、しっかり、はい、ほんとたっぷりとした着丈になってて、そうですね、はい、で横がスリットも入ってますね、はいはい、なのでまたすっきりしますね、はい、縦のラインがとっても綺麗なので、はい、すごくすっきりしております。はい、で私が157センチなんですけども、割とたっぷりとしてます。そうですね、お家で1枚着としても使っていただけるかなと思います、うんうん、でそのまま出かけられる、はいはい、出かけできると思います。はい、はい、出かけられるっていうワンピースですね、はいはい、でまたちょっと今日ボトムをそれぞれ、はい、変えてみました、変えてみました、はいはい、じゃあまず私から、じゃあパンツで今回合わせてるんですけど、はい、ちょっとサイドにこういったうちのこれも、はい、いろんな糸を使ったレース編みを使った、はい、
こちらポケットもついていて、うんうん、サイドラインをちょっとレースでしっかりラインを取っている形になっております、はい、両方こういった感じ、ポケットは片方なんですけど、うん、こういった感じになっております。そんな形ですね、はい、じゃあ商品の、はい、商品紹介お願いします。お伝えします。高密度コットンファンシーレースドッキングパンツです。サイズが2サイズ展開、本日加藤さんが着用されているお色がベージュ、はいうん、そしてダークブルーと、はい、こちらがグレーですね。3色展開でお作りしております。これはグレーなんですね。ちょっと難しいお色ですね。ちょっと光ってカーキっぽく見えるかもしれませんが、はい、はいはい、お値段が3万5000円です、はい。もう何といってもこのレースですよ ね、こちら本当にちょっと見ていただきたいので、本当にたくさんの砂糖繊維のお糸をかなり使っていて、それをレースに編んでるという、ちょっとやっぱり砂糖繊維ならではのレース編みになってるかなと思います。それぞれ見た色も全然違いますので、かなり楽しんでいただけると思います。可愛いです。ピンクが入ってて可愛らしいお色になっております。はい、で素材自体は非常にコットン100の気持ちのいいパンツになっていますし、形も比較的合わせやすいストレートのパンツになっております。ポケットがここ片方だけに左についてて、後ろはなしですね。あるんですよ、後ろにもついてる、ね、こっちに可愛いのついてる。そうこれがまた可愛いですよね、はい、これちょっとトップスの短いもので合わせてこの辺見せても可愛いですね、はい、すっきりとしてて、加藤さんみたいにこうやってワンピースの下に合わせて、はい、でもスリットからちらりとラインが見えてるの で、ね、はい、縦長効果ですっきりしたスッキリしてますね、はい、こんな風に万能に使っていただけ、まだちょっと軽い素材なので、そうですね、コットン素材なので、うん、この時期から、はい、残暑からいいですね、はい、使っていただけるかなと思います、はいはい、ウエストはM と L と2サイズ展開になっておりますね、はい、履きやすいです。履きやすいですね、とっても。で、まあ今私ジャストウエストで履いてるんですけど、まあ、腰でちょっと失礼します、はい、腰で落とすとまたちょっと下がります。下がるかな、うんうん、ちょっとこういう感じになってもまたすっきり感はあるかなと思います。はい、でも本当にストレートのパンツなので、どういったスタイルでも合わせやすいかなと思います、はい、万能ですね。履きやすいです、はい、基本的には無地のパンツになっているので、はい、コーディネートしやすいお一つだと思います。はい、そして、はい、じゃ山崎さんの、はい、私は今日はワンピースちょっと背が低めなので、パンツではなくレギンス、すっきりしたレギンスで合わせてみました。はい、はい、じゃあお願いします。はい、お伝えします。はい、リバーシブルラッセルレギンスです。サイズは3サイズ、お色が本日山崎さんに着用されているお色がレッド、はい、そして加藤さんがお持ちのがマスタード、そしてライトグレー、もう一つグリーンというお色がございます。お値段が12,100円です。はい、でもあのもう定番の人気 の、はいはい、のそれの新作版ですね、はい、そうですね。今回の柄と色目という感じでリバーシブルですね、はい、そうですね、はい、ナイロン素材でもう本当に伸びる素材になっているので、すごく伸びる素材です。万能レギンスなんですけれども、色見せにもいいし、とにかく動きやすいので、はい、あのもう一年中使えますよね。そうですね、はい、これからあの秋冬に向かってちょっとワイドパンツの下に履いたりしてもいいですので、あのちょっと寒い時のインナーにもなるし、はい、これはあの他にもワンピースとか、はい、あのプルオーバーとか作ってるので、またあのご紹介する機会があればと思うんですけれども、はい、今回このスッキリとしたレギンスで色見せ、はい、いいですね。やっぱ無地のワンピースにちょっと柄が入るとまた楽しんでいただけますね。ちょっと赤で、はいはい、履いてみました。はい、はい、下のお色が気になる、うん、裏を見せましょうか。そうでしたね、はい、確かに、はい、ブラックですね。はい、はい、こちらがちょっと裏になると柄が少し、これもいい色ですね、柄があまりなくなりますが、パープルで秋らしい色ですね。今日のそこに履いてもいいかもしれないです。こことうまく合ってるので、はい、ちょっと後ろだと映る、はい、入ってます、はい、こんな感じですかね。はい、はい、本当に気持ちいいですよね、うん、で私の裏は、はい、レッドの裏がブルー、
ブルー、はい、ネイビーに近い濃紺みたいな色です。そうですね、はい、なんか新鮮な色かもしれない、ね、ちょっと可愛らしい、はい、今までになかった配色だと思います。なのでたくさんお持ちの方でもまた追加で新しい色を入れていただくといいかなと思います。はい、ぜひおすすめです、はい、ちなみにこのワンピースの中も加藤さんすっきりと1枚で今日着てますけど、はいすね、また重ね着でインナーしたりしてもうちょっと、ね、寒くなってきたらいいですね。ラッセルを定番のラッセル入れたりとか、はい、そうそう上にそうですねベストで羽織っていただいてもこのまま1枚でできます。重ね着もしやすいです、はい、コートも着れますので、うん、さこのアームの部分もスッと着ますので、コートも着れると思います。はい、はい、で今日またちょっとポイントに、ね、はい、ちょっと無地系が多かったの で、ね、ポイントに帽子も柄で合わせてみようかと思ってかぶっていただいてますので、はい、紹介します。はい、はい、ありがとうございます。じゃあお願いします。はい、お伝えします。花柄ジャガードベレー帽です。サイズはフリーサイズ。本日加藤さんが着用されている色がワインレッド、はい、お手持ちのがブラックとカーキ、そしてベージュ、はいはい、こちらの4色です。お値段が12,100円です。はい、これももう定番の、定番の人気のミックスジャガードの新しいバージョンですね。そうですね、はい、たくさん色が入ってるので、うん、こういった無地ライクのものにはとても合わせやすいし、うん、ベレー帽なんで本当に形がいろいろ、ちょっと今日も垂らしてかぶってみたりとか、目深にかぶってみたりとかしたらどうでしょうか。はい、かぶってみましょうか、はい、私ちょっとカーキ、あ、すいません。ちょっとこう髪の毛のある方なんかは、はい、私ちょっと髪が短いので、長い方で目深にかぶられてもいいかな。そうですね、はい、私メガネもあるので結構浅めにかぶりがちなんですけど、はい、深めにかぶっても可愛いと思います。こんな感じでも、あ、ぐるぐる一周しますか、はい、こんな感じで、はい、はい、加藤さんもどんな感じか、はい、じゃあ私はちょっとこうちょっとこんな感じでちょっと垂らして、ショートカットでいいですね、はい、ショートなので後ろに遊びの部分がこう来る感じで、はい、あとさっき言ったようにメガネがあるのでちょっと浅めにかぶっておりますので、ちょっとこういう風に垂らすことができるような感じになっております。はい、おしゃれアイテムですね。一つあるとちょっと楽しんでいただけますよね。はい、色がたくさん入ってるので本当お洋服は描いて合わせやすいですので、はい、あと本当にすごく柔らかいので帽子あんまりかぶったことない方でも挑戦しやすい一つだと思いますので、ぜひこの機会に挑戦してみてください。あったかいです。あったかいです ね、これからずっと使えます。はい、はい、おすすめです。はい、はい、今日はこんなリラックスワンピースからのコーディネートを紹介いたしました。はい、ありがとうございました。本日紹介した商品は M&強行を取り扱っている小売店または百貨店直営店にご相談ください。近くにお店のない方はクロスイートオフでご覧になってください。また次回もお楽しみにしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。